こんばんは、脂身長男です。はい、今日もね、深夜のコソコソバー、深夜バーのお時間です。はい、まあ今日もね、例によって素人はね、ウイスキーを飲めるように頑張るっていうね、ウイスキー修行なんですけども、今日飲みますウイスキーは世界ナンバーワンバーボンと言われております。これジンビームです。ジンビームホワイトラベル。まあ何がナンバーワンか正直わからないんですけど、生産量が世界一なのか、販売、金額世界一なのかちょっとわからないんですけども、まあ何にしてもすごいことじゃないですか。まあ何がすごいってね、いろいろあるんですけども、普通のごく一般的な普通のスーパーとかコンビニでもね、売ってますよね。それはすごいし偉いと思います。で、だいたい酒屋さんではね、1100円から1200円ぐらいで売られてるんじゃないかなと思います。私はね、量販店でね、1080円ぐらいかな、それぐらいで税抜きで購入したものになりますと。もう結構今回ね、新しいボトルを開けるときはって言いたかったんですけど、もうほとんど飲んじゃってもう9割方飲んじゃって残ってないんですけど、今日は最後ね、この残りを飲んでね、レビューしていきたいと思います。じゃあ注いでいきましょう。ジンビーン、なんかサントリーさんのイメージ像的には、なんかハイボールで飲むバーボンっていうことみたいなんですけども、僕はもうストレートで、行ってみたいと思います。まず香りから。いいですね。バーボンってね、僕ちょっと苦手な意識があったんですけど、その理由は何かっていうとね、セメダインの匂いがするんですね。アリータイムズとかでもすごく感じたんですけど、ジンビームデビルズカットもそうだったかな。とにかくね、セメダイン C、 ああいう匂いがメインでするということに対してちょっと抵抗感あったんですけど、これもね、かすかにはするんですけど、かなり低いですよ。なんかね、キャラメルのようなね、感じがします。甘いキャラメルの香りがします。で、脂身長男方式といいまして、私の独特な嗅ぎ方でいきますと、強烈に甘いキャラメルの香りと、バニラの、甘い香りがします。まあどうやるかっていうと、こうやって注いでね、ギューッと飲んで空になったグラスをしばらく置いといて、乾いてから匂いを嗅ぐというものなんですけど、これやると本当にね、ウイスキーの匂いはっきりわかりますよ。アルコール刺激が全くゼロになりますんで、甘い香りだけ、嗅げると思います。まあ、そうやった時に私が感じたのは、まあ、キャラメルとバニラということですね。あとはあるんでしょうけど、その2つに隠れて、見つけることはできませんでした。まあ、素人なんでね。で、このまま木のまま嗅がしてもらうと、まあ、キャラメル主体でアルコール刺激もちょっとあるかなと。で、セメダインの香りがするという感じですが、全然嫌じゃないですね。じゃあ飲んでいきましょう。まあ成熟年数がまあ4年程度ということもあって、角はありますよね。刺激は強くはないんだけど、若いアルコールの感じがするような気がします。ガーンとアルコールは出てこない。でもトゲのあるアルコール感はちょっとします。まあこれは仕方ないところでしょうか。ただ飲みやすいです。これぐらいだったら気にならないですね。最初キャラメル、そんなに甘くないけど、甘さ控えめのミルクキャラメルの味がしまして、余韻、消えていく余韻の中で、まあ、ビターチョコに変わるかなという、感じがしますね。まあ、全体のイメージはやっぱりこの優しく甘いですかね。強烈な甘さってわけじゃないんだけど、密度の濃い、フルボディの予感がさせるというか、結構厚みのある甘さじゃないかと思います。
むせないですね。僕アルコール慣れてきたってのもあるんだけど、40度の割には飲みやすい方じゃないかなと思います。ジンビームはあの種類がすごく多いですよね。ライウイスキーであるジンビームライ、これも1回だけ買いましたね。それからジンビームデビルズカット、これも1回だけ買いました。あとまあダブルオークとブラックっていうのがあるんですけど、その他にもなんかあるみたいでね、なんか6種類ぐらい、まあジンビームハニーもありますか、ハニーとアップルもありますけど、7種類ぐらいあるのかな。とにかくバラエティに富んだ、ラインナップだと思います。ただ実売価格で言ったら一番高いやつでも2200円ぐらいまでなんでね、あの手出しやすいお酒じゃないかなということもあって、まあ、これからいろいろ飲んでいきたいと思います。でまあこれが一番安いエントリークラスになっちゃうんですけど、僕はこれありだと思いますね。うん、迷ったらこれ買っとけばって感じでなると思います。だいたい100円、税込みでも1200円台で買える酒としては、いいんじゃないでしょうか。まあ、せっかくなんでもうちょっと今度かちょっと加水で飲んでみましょうかね。あら開いちゃった。春中カラカラチェイサー用の水なんですけど、こんなもんでいいかな。まあトワイスアップまでもいかないんですけど、もうちょっとね、ウイスキーの量に対して2分の1ぐらいのね、水を入れてみました。じゃあいただきます。あー飲みやすいな、すっごく飲みやすくなりました。アルコール刺激がねぐーっと下がるというか丸くなって、甘みがさらに増したような気がします。これいいですね。アルコール度数これでも、30度ぐらいあるとは思うんですけどね、ほんと飲みやすいですね。なんか穀物類の甘さ感じますね。海加水すると、なんだろう、チョコレートというよりは、まあ、トウモロコシかどうかわからないですけど、穀物類の甘さ的なものを感じます。うん、いいですね。もうイメージは厚みがあって優しい甘さがあるバーボンといったところでしょうか。これはね、2年前ズブの素人だった頃にもなんとなくちょっとした甘さがあるんじゃないかなと飲んで予感させた味なんですけど、まあ2年間いろいろ飲んできたらね、甘いとはっきり感じ取れるようになりました。一気に寄ってきました。じゃあね、最後に総評言ってみたいと思います。どうぞ。